さあ、この3つの海の場所、外洋域、沿岸域、湧昇域、それぞれ面積を比べると外洋域はとても広い。全部の海の面積の 89% が外洋域だ。たった 10% が沿岸域、例えば瀬戸内海だ。そして湧昇域、問題の湧昇域はもっと小さい、ほんの 1% しかないんですよ、ね、これ全部合わせると 100% ですね。そのうちの湧昇域はたったの 1% しかないけれども、魚類生産量、魚の生産量を見てごらん、まあ、この単位はマントンカーボンパーイヤー、これはまあ置いといて、数字だけ見ていくと海全体の合計が2万ですよね。このうちの1万6800、 80% 以上がこのたった 1% の面積で作られている。魚類生産の 80% 以上がたった 1% の面積で作られてるっていう、もうこれだけで湧昇の重要性が分かると思う。こんなに重要な場所、これは一体何なんだ、どこにあるんだ、そしてどんなことが起きてるんだろう、それを皆さんに学んでほしいと思うんです。